この木なんかは私が作った木。へえ、表面がこれやばいっすよね。ほんでね、これはね、鉢、うん、これ自分で作った鉢。あ、そうなんですか。私が。へえ、うん。そして木もね、私が作った鉢、山から取ったやつ。へえ、うん。この姿にしてた。この枝が、はいはい、こっちになった全部。あ、もともと。全部。それは私が詰め込んでここへ持っていった。ここを曲げて、そういう思い出の歩きだね、これは。それ曲げたのはどのぐらい前ですか。もう15年ぐらい前。15年、うん、でもある程度太いですよね。太いですよ、みんな。ここのとこなんかこう見て、ひげが入ってるから。はいはいはい。パテで埋めてあるけど。パテで埋めてる。うん、割れちゃったところを埋めたんだけど、ここに力が入ったから割れちゃったんですよ。これで樹齢は多分ね、150年の木だね。150年。うん、50年だね。これ赤松。うん。赤松でも歯短いですね、これ。うん。短くするような技術が。なるほど。あるわけ。そういう方法で短くして。ほんでこれ、この鉢は輪化式っていうの、輪化。作るのは難しいんですよ。あ、この鉢。こんだけでけえもの、でかいもの作るのには。なるほど。うん。それからこの木もね、一本なんだよ。下ずっとつながってる。うん、ここがずっと一本でつながってる。はいはい、でつながりつってね、はい。人間に例えると、はい、これが主人。うんうん、2番目に大きいのが奥さん、女房。はいはい、旦那に沿って生きてるでしょ。はいはい、3番目にあるのが長男。長男。それから下、それから下つって子供がこういて。うんうん、そうすると綺麗な姿になるわけ。なるほど。五葉松ってなんで五葉松って言うんですかってよく質問すると、うん、葉っぱが短いからって言うけど、はいはい、5本つってね、5本、はい、1、2、3、5本、はい、ほんで五葉松って5本の葉っぱって書いて五葉松。黒松も2本、はい、うん、さっき言ったように頭がさ、こっち向いてるでしょ。はいはい、がこっちが正面。うんうん、ケツ向けてる。これはケツ向けてる。これは裏側。裏側。うん、これも裏。うん、もうこの正面。すごいですね。頭がもうここにあるでしょ。はいはい、だからこれなんか見ても、こうやって見ると、これが頭なんだけど、頭がこっち向いてる。うん、そうするとこっちが、この木は正面だな。なるほど。この木はね、有名な木なんだよ。これお客さんの木だけど、村雲って書くんだ。村雲、うん、村雲っつってね、昔からの名木の名前がある。村雲って言えばこの木っての盆栽やってる人だと分かんの。これ見て、あ、これは村雲ですねって。村雲ですねって分かる。いや、名前が昔から村雲っていう名前だから。へ、私たちが知らない時代。あ、そうなんですか。に付けられた名前。ほんで、これは心拍って、さっきこれちっちゃいのやったでしょ。はいはいはい、これ自然に枯れていったんだよ、これは。あ、そうなんですか。山鳥で、山木、山でこう枯れたの。削ったわけじゃないですか。削ったわけじゃないの、これは。自然のシャリッツで、天然シャリッツ。そうなんだ。うん、で、生きてるのこれだけですかね。そうですね。うん、これが心拍の特徴なの。あれもそう、ほら、あれだけ生きてる。はいはいはい、あとは枯れてる。ね、うん、ね、あれが心拍。心拍のそういう山にある時からそういう特徴を持ってる。この枝もいいですよね、落ちてるのは。落ちてるね。うん、ずっと厳しいところにある盆栽、あの木なんだなってことが分かるわ。うん、こういう枝でもこう下がってるでしょ。下がってますね。そうすると、厳しいところで育った木なんだなと。そういうのがらしくないと。なるほど。うん、さっきの 木とかっていうのはこう曲がってるから模様っていう、うん、ほんでこれは直感、まっすぐな幹、はい、これは直感っていうの、まっすぐだから、はい、これはあの自然の風も何にもないようなところの自然の景色を見ると、まっすぐスルスルっての伸びて、うん、曲がってないでしょ、はい、そういう姿を思い出される
化させる。そうですね。いや古いですね。でも古いですよ。何層にも150年も200年も経ってる。これお客さんの木だけども、赤松、うん、黒松、黒松、こうやって触ってみると痛い、はいはい、ね。ほんで歯が短いでしょ、はい、これはやっぱり短くする方法がある、うん、これとそこにあるこれですよね。これもすごいね。これはちょっと模様を消して山から取ったもの模様がある、はい、これは黒松痛いですわ、うん、ほんでやっぱり頭こっち向いてる、こっちがする、ね、すごい。この木で300年くらい経ってるな。300年、うん、そっちの木肌がすごいね。肌がすごいっすよね。黒松の肌は、うん、そうそう、これさっきもこういう風にこうすごいっすよね。これ人間が作ったもんじゃない。あ、これもですか。自然の感じの山で育って、これ根っこだから、これは、うんうん、ここに石かなんかがあって石に噛んでた木なんだね。あ、なるほど。これ自然なんだ、この曲がり方。この曲がりは人間が作った曲がりじゃない。自然の曲がり。こんなになるんですね。ねえ。ほんでここに石が噛んでたっていう感じあるでしょ。石にぶつかってこういったんですかね。そうだろうね。相当厳しいところにあったんだろうな。なるほど。みんなここにあるのは小白盆栽。さっき言った険しいところにある県外ですね。こっちが岩があって、はい、こっち伸びようと思ってる伸びらんないから向こうへ伸びて、うん、それが山の景色を思い出す県外だな。そうですね、全部かっこいいですね。やっぱね、今一番いい時だよ、緑も。そうですね、ね、この木なんかも古いんだ、山通りで、はいはい、その奥の心拍自然に枯れた木とか生きてるのこれだから、これだから、はい、すごい ね。これはでも やりましたよね。ここはここはやってますよね。ここ作ってますよね、この板シャリ。いやいや、これ自然の皮。これもですか。これ全部自然の、だからとんがってる、これみんな。あ、そうなんですね、うん、自然のですよ、これ、天然シャリって。いや、かっこいい。今みんなね、ドリルとかそういうんで作るけど、そうですね、作ったのと作るのが違うっていうの、うん、分かる、我々は。あ、そうですか。プロが見ると天然で、本当に天然シャリだから。へ、作ったシャリか。あんまり綺麗に滑らかにできてるのは天然じゃない。なるほど。こういう厳しさがない、こういう細いところ、うんうんうん、ね、細くて上っていう太いんだ。なるほど。これはカリン、カリン、うん、カリン、ね、カリンたくさんなってるでしょ、はい、これだけくっつけちゃうと疲れちゃうから、うん、後でミスぐりしてこの辺だと5個くらい、こうでかくなるんだから。あ、よくありますよね、うん、でっかいのになってるやつ、うん、この木もお客さんだけど有名な木、カリンでナンバーワンの。あ、なんか国風店とか。そう、国風賞って。あ、取ってんすか、これ。この木は昔国風賞もらってる。へえ。この木はイワシでして、ね、イワシで、うん、外務大臣賞もらってる。おお、見応えありますね。あ、そんな人じゃ一日水。うん。盆栽教室をやられてるということで、はいはい、今ちょっと見させていただいてるんですけども、結構なんかこう賑やかな皆さん、うん、ね、皆さん熱心に来て、先ほども話したかもしれないけど、はい、一日ここで楽しんで、そうですね、ほんでまた明日からお仕事頑張ろうということで、うん、ここは大人の遊び場所。大人の遊び場所。刺し目、この木なんてのは種をまいて作ったの。ああ、だいぶじゃあ年数が。40年とか50年。へえ。私が教えんじゃなくて、自然の木がちゃんと育って教えてくれるから、自
自然の木をよく観察して、はい、自分の木を作る場合はそういうことを参考にして、ほんで自然のね、うん、美しい姿を盆栽だから汚い見づらいね、うん、あの枝とかそういうものは参考にしない。60年、盆栽歴60年ってすごいですね。そのくらいやってる。私が当時園で弟子で教室やってる時にもう来てたんだから、ね、そうですよね、うん、でその向こうにいる、ね、安藤さんっていう人は、はい、90何歳だっけ安藤さん。91で92になる。92歳ですよ。めちゃくちゃ自転車であなたの遠いとこから自転車でこの木を持って来られてるんですか。すごいでしょ。めちゃくちゃお若いですね。会長様、伊藤さん、こんにちは。年数だけやってる。はいはい。2、3ヶ月ぐらい入ってる。ああ、じゃあだいぶよ40年ぐらい。そう、40年。その隣の人一番若いの。若い。この教室に来て、今そのやつ植え替えをしようと。うん。これすごい。そう、奥野さんつってね。この人はうちの教室に来たのはまだ十何年だけど、その前からだから。今ポンと置いた鉢があるでしょ、はい、あれ自分でこの木を植えようかなと思って作った作った。ああ。去年作ったの。何年前？3年ぐらい前になるね。そうなんですね。今隣にある陶芸教室で年に1回、ここの生徒さんが作るってことですね。そう、年に1回だからもう17、18年やってるね。やってるね、もうね。盆栽教室と陶芸教室が併設してるそうというのが、ここの特徴だ、ね、特徴ですよね。教室もね、なるほど。多分日本中にそういう教室はないと思う、うん、そうですよね、聞いたことないですね、うん、鉢、今度は自分で育てたこの木を、あ、こういう鉢に合いそうだなと思って、こう見て自分で作るんだから、うん、そうですよね、うん、だから世界に一つきゃない手作りだった。そうですよね、うん、すごい面白い。差し芽して何年？もう40、50年だったね。40、50年。差し木してこのサイズになるんだってことですよね。こちらにいる方、安野さんつってね、はい、お父さんが教室入った。あ、そうなんですか。うん、でお父さんが亡くなって、うん、その後残した盆栽を今自分で枯らす見ながら維持してる。鉢もかっこいいですね。これ自分で作ったんですか。これも作ったんですか。すごい。木もあやって綺麗な姿勢した。あ、それも作ったんですか。すごい。これはこれに合わせて作った。面白い。自転車の後ろに乗せてるんですか。あ、後ろに縛って、はい、なるほど、はい、すごい。めちゃくちゃ若いですね。な、若さの秘訣みたいなのあるんですか。やっぱり趣味を持つことでしょうね。趣味、なんか熱中するものがないと。なるほど、うん、湯鉢すごい。これは誰が作られたんですか。あー、さすがですね先生。横の絵とかめちゃくちゃこう細かく、こういったものはその大宮の盆栽祭りとかでも売るんですか。いやー、いいなー。うわ、すごい。あ、熱い。熱いですか。あ、まだ冷ましてる中に。これは灯油釜。灯油釜、灯油を使ってるってことですか。そうです。すごい。いや、初めて見ました。こっちが電気釜。こっちが電気釜。開けてみましょうか。はいはい。いや、かっこいいな。もう中にも入ってないんですけど、ほとんどこんな感じ。うわ、ここにいっぱい入れて炊く。いっぱい入れると、これ棚を作るってことですか。はい。いや、ちょっとかっこいいですね。あ、1日とか入れとくってことですか。冷ますのに3日目に出す。3日。うん、すごい。これ炊き口が4つ、2つあるでしょ、はいはい、こっち側に2つある。そこから炎を、これですね、灯油の炎をザーッと出させて、上に行ったやつが下に抜けて、下から向こうの
煙突の方に向かって上がっていく。なるほど、はい、ちょっと個人じゃとてもモテなそうですねそうですね、うん、ですからこれ入れるのが理事長のでかいやつ。あ、これ、ね、もう優雅か理事長の。理事長の、おー、また洒落たものを作られてる釜詰めした後、素焼きにする前のものが入ってます。ほうほう、これです。これを素焼きします。生です。あ、素焼きする前に、ええ、詰めて750度で一度素焼きします。はいはい、それを釜から出したのが、あ、これ、うん、で手前のやつは、はい、湯をかけて本焼き待ち、うんうんうん、もう薬かかってるんで見ていいですか。本焼きを待って、これも塗ってある状態。そうです。これは植木鉢ですよ。これ、あ、これ面白い形でした。これ植木鉢、ええ、へえ、わあ、すごい。これは素焼き出しておいた。素焼きを出して出した、ここから湯を塗って、ええ、これが湯なんですよ。これが飴湯って、はいはいはい、茶色になる湯、はい、これがオリベって言ってグリーンになる湯。ああ、色がこうね、これがグリーンになる。はいはい、いや、すごい。湯が入ってます。入ってるんですね、これが湯のサンプル、うんうんうん、でこれが還元焼成のサンプル、はいはい、これが酸化焼成のサンプル、はい、で色上がりが多少違います。なるほど、月曜日がお休みで、それ以外はいつでも通えるっていうことですね。いつ来てもいいですね、趣味として。それで毎日来てもいい。で月謝が1万円、はい、ということで、はい、通い放題、はい、お待ちしておりますという感じですね。はい、ありがとうございます。今お城の3階です。すごい。でそこに上り階段、上り階段まだあるんですね、上は。すごい、なんか秘密基地みたいな。おお、すごい、すごい、結構あるんですよ、陶芸の方が。これ全部陶芸の。いや、全部ではないですけどね、ほとんどほぼ陶芸の方です。でもこういうの見たいとか、手に入らないもの結構あるじゃないですか。そうね、こういうのって、うん、教室に通ってる方はみんなここ見ていいんですか。あ、いいよ。貸し出しもできます。貸し出しもできる、うん、教室の関係者。へー。